インフィニットは、韓国出身の6人組男性アイドルグループである。2年の準備期間を経て、デビュー前に、2010年2月16日に公開した、エパックハイが歌った2010バンクーバー、冬季オリンピック応援歌に、コーラスで参加。3月9日にリリースした、エパックハイのアルバム、エピローグのタイトル曲、ランのミュージックビデオに、エル、ソンギュ、ウヒョン、ソンジョンが出演。 音楽番組にも後ろで3人が演奏したり、ドンウとホヤがバックダンサーで出演。4月からリアリティ番組インフィニット私のお兄さんに出演し話題を呼んだ。同年6月9日にファーストインベージョンで韓国デビュー。2011年の新入生としてメンバーのソンギュ、ドンウ、ホヤ、ソンヨル、エルが同じ大学に入学。 2011年9月1日放送の M カウントダウンにて韓国の音楽番組で初めて1位となり、翌週も同番組で1位を獲得。動きの揃った刀軍部で他のアイドルと差別化された評価を受ける。同年11月19日に BTD で日本デビューを果たした。2017年6月9日に契約満了を迎えたがその後も議論を続けた結果、 8月30日に、本屋の脱退と6人の再契約を発表。6人体制となる。2019年8月19日に、L が、ウリームエンターテインメントとの契約を満了したが、インフィニットとしての活動は継続することを発表した。2021年3月7日に、ソンユ、同年3月31日にドングと、ソ孫エルのウリームエンターテインメントとの契約満了。 2021年6月7日、ソン・ジョンが、ウリームと再契約。スタヤ限定シングルハット・インフィニット、シーズン2発売記念日本ショーケースハット、ド・ハート、デジタルシングル、テルメ・ホワイ、メガボルト公開・インフィニット、3万枚限定のインストアルバム、ザ・オリジンが超高速で完売。ありがとうございます。